power. Let's feel your power. Let's feel your power.はい、こんにちは。京都一番搾りの鍋木です。本日は京都祇園白川に7月12日ですかねで、オープンいたしましたハードロックカフェ京都さんの方に向かいたいと思います。こちら縄手通りの方を、白川の方に向かいまして、大和橋、あと渡り、こちら白川ですね。こちらの橋大和橋の方を渡りまして、京都白川石畳の通りに向かいます。はい、こちら、観光スポットですね。すごい、観光客さんいっぱいいました。右手の方ですね、こちら料亭旅館が立ち並ぶエリアですね。すごい観光客いっぱいいましたが、私京都人ですからこういうとこ、入ったことありません。見るだけですそして、隣の方も料亭だったかな、わかんないですけど、で、なんかいますね。鳥ですね。何の鳥ですかね。ちょっとズームしてみましょうか。ズームドン。はい、これサギかな。やっぱりすごいですね。こういうのが街中に来るんですね。さて、こちらの方ですね、ちょっと古民家かな、綺麗な建物、ハードロックカフェ京都さんです。古民家、京都らしい、建物とハードロックの融合ですね。さて、店内の方ですけど、ちょっと撮影許可いただきましたので入ってみたいと思います。さて、のれんの方をくぐりまして、まず、イートメニューですね。2階がレストランとなっております。1階の方が、グッズ売り場等となっており、御朱印ですね。ありがとうございます。はい、御朱印さんもありまして、店内はそうですね、思いっきりなんかやっぱり京都らしい和装とハードロックすごいですね。なんか不思議な感じですね。ハードロックカフェ、いろんなあのアーティストのグッズがこういう展示されております。ちょっと今お客さんがいたので奥までちょっと入れなかったですけど、まあ、店内の1階の店内ですね、このようになっております。そして、こちらの方からグッズ売り場ですね。グッズの方ですが、やっぱり T シャツ類が種類がいっぱいありまして、東京都の限定商品とかもなんかあるみたいです。ハードロックカフェ、私ハワイとバリ、インドネシアバリですねの方には行ったことありまして、大阪もあるかな。それで、T シャツぐらいは買ってました。でこちらあと京都限定の、ハードロックカフェのグッズを、京都らしいセンスとかもありました。で、と何があるのかな。こちら手拭い、油取り紙、こちらも手拭いですね。やっぱり京都らしいな。やっぱりこういうの外国人の方はすごい喜ばれると思います。それと、T シャツ以外にも様々な、ハードロックカフェならではのグッズ売っておりました。これ、定番のオリジナルの、ハードロックカフェの T シャツですね。グラスかな、あとマグカップといろいろと、やっぱりなんかウェア、ね、服系多いな。やっぱ T シャツとかが多いですね。スティックとかも、帽子もありますね。ソックス、すごいな、いろんなの持ってますね。さて、2階の方に向かいます。2階レストランとなっております。これ2階上がった正面に、これ、ボンジョビの、ギターが飾ってあるということですね。こちらですね、サイン入りのギターで、あとなんか誰のサインかわからないですけど、ありました。でちょうどお客さんがいないので店内の方も撮影のさせていただきました。おすごいな、ここなんか、バーテンダーさんですね。はい、で、こちらの方、白川の方に向きながら、これ一人用のテーブルですね。それと、4人掛けのテーブル等ございました。
あこちら、ハードロックカフェさんの、なんかモットーでしたっけね、なんか4つの言葉があったと記憶しております。で、こちらの方名刺ですね、あこれもいただきました、ありがとうございます。で、これのオールイズワンもこれ、ハードロックカフェ、世界中のハードロックカフェにも全部あの言葉入ってる言葉だったと思います。で、ゴールドディスク、これちょっと誰のかもちょっとはっきりと見ておりませんが、また今度詳しく、撮影に来ます。で、さっきのレストランですが、ちょっと、もう食事取っちゃったので食べてないので、次回来た時にちゃんと食事いただけます。すいません、撮影ありがとうございました。で、ハードロックカフェさん隣も辰巳神社、白川辰巳橋、もう観光客いっぱいでした。私20年前ほどこの辺をうろちょろうろちょろしておりましたが、やっぱりこんなに人多くなかったな、観光客そんな言うほど多くなかったけど、やっぱりすごい京都は観光客が多くなりました。さあ辰巳橋の方とこれ白川ですね、はい、昔と変わっておりません。辰巳橋ちょっと綺麗になったんかな、でもこの風景はやっぱり20年前からも変わらずでした。で、あここはやっぱり車通ります、だから意外と気をつけなくてはいけません。で、これが辰巳神社ですね、綺麗な神社ですね。で、あ自転車があるな、これなんだろう、これレンタル自転車でジャイアントとかトレクがあるんだ、すごいな、ジャイアントクロスですね。で、こちらの方辰巳大明神ですかね、のまあ、あの取説って取説って言っていいんかな、まあいろいろと書いてました。で、この辺ですかね、なんかこちらの、周辺でのマナー決め事、撮影決め事、こういうのがありました。で、入り口に入るな、なんか座ったりするな、キスはダメ、カメラマンをよその禁止、夜は禁止で、建物に手を触れない、で三脚ライトスタンド反射板ダメ、大声で、指示ダメ、木を折るな、車に注意しろとか、昔こんなのなかったのですけど、やっぱり注意喚起しなくちゃダメなぐらいやっぱり人多くなったんですかね、ちょっと20年前の記憶しかないんですけどまあそれにしても言った通り雨の平日これほどのやっぱり観光客来る、まあ、この近くは今先ほど、行きましたハードロックカフェ京都さんでした。で、辰巳橋の方ですね、ちょっと歩いてみましょうか、向こうの方に。やっぱり石畳の橋ですね、風情がありますね、京都っていうのは。やっぱり私京都生まれてよかったなと思います。やっぱりこういう和装をした方が通ってもね、普通な感じが京都らしいですね。さあこのような感じですね、辰巳橋の方も。さて、こちらでハードロックカフェ京都さんですね、先ほども言いましたけど、レストランでなんか物食べてないので、あとなんかギターとか飾ってあるものもはっきりと見てませんので、中途半端な動画となっておりますが申し訳ございません。次行った時またちょっと詳しくですね、レストランでちょっと食事をしながら、いろいろとちょっと見て撮影してちゃんとした動画作りたいと思います。こんな中途半端な動画ですが、よろしければ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは京都一番搾りの鍋っきーでした、ありがとうございました。